パー3です。ここは田中くんと海斗くんの撮影で行きます。これは？ナイソン、ナイソンです。風結構強い。カイトの内側につけるダーバーブ。もう定着してきたかもしれない。すいません。今日この玉多いね。しかもでかい。うん。しかもでかい。しかもでかい。つま先立つ。土手に当ててワンクッションしかない。土手に当ててワンクッション。アドラス回ってます。しょうがないよね。これはむずい。おお。ナイス、ありがとう。ナイス、ナイス、めっちゃ助けられてる。めっちゃ助けられてる。採用率 0%。 ナイス。おお、本当は素晴らしい。ドストレートだね、全部。ここでいいと思う。めっちゃ練習した。おお、完璧。伸びる、球伸びる。こう田中さん用のコーホールみたいな感じじゃないですか。いいね。めっちゃ伸びる。完璧じゃん。飛びすぎ。おお、バンカーの右。普段ってあんな球低かったっけ？え、低いですか？あれ、え、超高弾道じゃないですか、あれ。あれ超高弾道か。え、超、いやいや、自分あのビバル時代はあの半分でしたよ。あ、そうだった？はい、あれもなんか高弾道の仲間入りかなみたいな風に思ってた。ちょっと高いよ、あれ。なるほど。高弾道。レディースきついね。左はバンカー入っちゃう距離っぽい。で、右はこう穴がある。ショットです。おー、超えた。あんな怖いとこに行く。あの、ナスバンカー入っていいやぐらいです。おお。さすが我が宿命のライバル。なんかそういうキャラなんですか。なんかね、今日いつもより作ってるよね。多分あれアドレナリンなんじゃない。おー、振った。これは来た。おー、今日うまい。せやろ。撮影ホールはうまい。今日うまい。頑張れ。ここは乗せたいっす。お、いいんじゃないか、これは。うまく上げた。おい、ナイスワン。よし、やっとちょっと、ちょっと助けられた。あ、だけだ、溶けた。どうですか、ここまでの戦い。そうですね、ゆっこさんがもうちょっとプレー、まあ、結果スコアには繋がってないかもわかんないんですけど、ボールの位置とかその状況判断がめちゃくちゃ細かいところがちょっと衝撃を受けましたね。結構狙いどころとかちゃんと決めてますよね。素晴らしいです、うん、ベストスコア76はやっぱり本物だなと感心します。勉強になります。なんか喋ってますね。
よし。超ビビってなかったですか今。今超ビビってなかった。帽子がいいんだよ、帽子が。そういうことですね。さっちゃんパワーか。うん。脱げ脱げ。よいしょ。これも素晴らしい。何言ってるよ。うわ、うまい。ナイスオン。ナイスです。うまい。うまい、うまい。いやいやいや。何なの。いいね。何、もっと寄せたかったの。まあれ以上は無理じゃないですか。転がしてきますね。ナイス。いやー、素晴らしい。ナイスパット。ナイスパット。スパ。スパだね。おー、もったい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 。ナイス。おー、ナイスパ。素晴らしい。ナイスパ。素晴らしいっす。よし。任せろってば。大丈夫ですか？真ん中からいる。行くぞ。見てますよ。見とくよ。おー、バーディー。ありがとうございます。イエーイ。ナイスバーディー。働いたぜ。あれ、ヘタペチーム勝ってるのもしかして？いや、今同点で。同点？あおー。ナイスバーディー。いい戦いだな。やばいよ。なんか知んないけど、いい試合になってるし。なんか知んないけど、ちょっと今日あの人うまいし。そう。すげえ。